バラドはイスラエルの政党。アラブ系イスラエル人政党。1995年決闘。現在の党首はメタンズシャハド。2013年のクネセト選挙では3議席を獲得した。アラブ系イスラエル人の権利向上を訴えている。また、ガザ地区、ヨルダン川西岸地区、東エルサレムでのパレスチナ国家設立を支援しており、さらに、 パレスチナ難民の帰還も訴えている。しかし、その政治的心情からバラドを快く思わない、ユダヤ系イスラエル人も多く、特に、極右政党、イスラエル我が家当主アビウド・オルリー・ベルマンは、バラドの議員に対して、あなたはテロ組織の代理人だなどと言い放ち、激しい口論になったこともある。またこれに限らず、アラブ系議員は、演説中に、ユダヤ系議員から、 やじや不規則発言を飛ばされ、それに応酬し、口論となり、議事進行に支障が出ることもたびたびある。2010年5月31日、ガザ地区へ人道支援のため、トルコから向かっている途中、イスラエル国防軍に打捕され、多数の死傷者が出た客船に、バラド所属のハニーン・ゾービ議員が登場していたことが判明し、イスラエル国内に激震が走った。ゾービは、 ユダヤ系議員などから、国賊などと激しく非難され、クネセト内はゾンビーへの罵声が、司法発砲から飛び交う大荒れ模様となった。また、国会の反逆を理由に、イスラエルの内務大臣は、ゾンビーの議員特権及び、イスラエル市民権を剥奪する、要司法長官に要請した。ジャマール・ザハルカ元党首現在、クネセト議員であるメンバーは次の通り、ありがとうございます。